かぼちゃの作り方。260オレンジに空気を入れます。だいたい50センチくらいです。3センチのバブルを作ります。柔らかめの9センチのバブルを3つ作り、たらこひねりにします。再び柔らかめの9センチのバブルを作り、バードボディにします。柔らかめの9センチのバブルを作り、2センチのバブルに絡めます。もう1回柔らかめの9センチのバブルを作ります。もう1つ作り、2センチのバブルに戻ってきます。同じ工程をもう1回。8本組にします。余りはしぼませます。しぼませた部分で本体を一周し、形を潰します。2センチのバブルに絡め、中にしまい込んでください。2センチのバブルも中にしまい込みます。ヘタを作ります。わかりやすいように透明の風船で説明します。160の風船に空気を入れ、先端を指で中に押し込みます。外側からコブをつかみ、指を抜きます。ひねります。あまりはしぼませ、結びます。160緑でこれを作ってください。パーツ同士を合体させます。これで完成です。お疲れ様でした。